マストゲームズとコジカルとサトチンとサルです。イエーイ。はい、ということでですね、今日もね、進撃の巨人再現巨大建築プロジェクトをやっていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、ということでね、前回作ったこの街並み、上から見るとね、かなりいい感じですよね。いい感じだと思います。うん、なんか思ってたよりも上から見るといい形だったんで、すごいいいなと思うんですけど、今回はですね、はい、ようやくですよ、やった、超大型巨人を作っていきましょう。待ってた。はい、ということで、作っていきましょうと言ってますけど、実はね、もう作っております。今作ってる最中でございます。ついね、なんかね、データがね、ぴょんって飛んでしまって、これテイク2です。テイク2。 はい、で、今ここまで作りました。それがじゃ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 ーん、こちらでーす。はい、いかがでしょうか。まだね、作り最中というか、まずとりあえずこういろんなブロックをこう貼り付けてって、こっからどんどん立体にしていったり、削ぎ落としていったりとか、いろいろしていこうかなっていうところですよね、サトチンさん。はい、今日はサトチンさんスカイプ上じゃなくて、実際にいます。珍しい。実際にいます。実際のサトチンさん。実際のサトチンさん。隣にいるのはサトチンかい。そうです。はい、そうです。もちろんサルさん、コジカルさんもいるんですけど、まあ一緒にまたやっていきましょう。よろしくお願いします。サトチンです。ね、すごいいい感じでね、こうできてってますよね。なんか目がとんび出てますけど、すごい。これどうしちゃったんですか、目ぴょーんって。天狗かな。あ、まあ大体奥行きを測って肉付けをしています。あ、肉付き。こっから削いで、全体的なこう形にしていく形ですね。あ、いいですね。はい、結構ね、こう進撃の巨人を実際に作っていくと難しい。うん、思ってたのとちょっと違ったりするから、思ってたより難しいですね。そう、思ってたより難しいんで、こうね、作っていきたいと思います。頑張って。で、こういう風にね、まあちょこっとずつもうやっていくしかないですからね。はい、はい、なんかサトチンさんが横にいるのが不思議な状態です。嬉しい。はい、嬉しい。でしょ。でもね、この大型巨人さえできてしまえば、本当にもうなんか進撃の巨人だなっていう感じしますよね。ですね。だからそれを代わり、これをしっかり作らないと。そう、しっかり作らないとやばいっすよ。ちなみに、羊毛を使っております。こちら赤い羊毛ですね。赤い羊毛です。赤い羊毛があるとやっぱいいですね。こう、で、その白いブロックが何ですか。これ歯と胸骨です。ああ、すいません。あ、違う。いや、いいですね。ちょっと、もうちょっと奥ですかね、歯。なんか歯が結構奥にあって、さらに顎とかが意外とこう出てくるんですよ。ほら、こういう形で。あ、なるほど、なるほどね。なんか普通の人と違いますからね、大型巨人ですから。なんかアメフトみたいなイメージがある。ああ、そうだ。アメフトヘルメットだ、これ。ほい、じゃあもっと歯前ってことですかね。そうですかね。意外としゃくれてます。こう遠くから見ると、まあぽいっちゃぽいっすよね。ぽいです、ね、うん、まだぽいぐらいですけど、うん、ここからしっかりとしたものに、うん、作っていきましょう。横から見ちゃうと、ね、横から見ちゃうと何ですかこれは。工事現場。工事現場。放送セットですね。セットですね。サトチンさんはしっかり後ろをこうやってやってくれたんですね。はい、すごい、そこ家みたいになってますね。住めます。すごい。あっちには足がこう作られてってますけど、やっぱり俺のここ結構重要だな、意外と。目がくぼんでるんですね、この人。目はくぼんでますね。彫りが深いね。彫り深いんですよ、やっぱりね、平井堅さんぐらいありそうです、ね。ああ、そうだね、それがいいね、かもしれない。失礼、なんて失礼。いや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 、かっこいいって、イケメンだから。なるほど。ねえ、もうテルマエロ前ですよ、もう完全に。ほんとだね、平井堅さん。それは、これは違いますね。ローマ人っぽいね、ローマ人っぽい。うん、ローマ人っぽい。
はい、ということで、巨人一応大体完成いたしました。いやなかなか苦労しましたね。ですね。サルさん、サルさん苦労しましたね。コシガルさんも黙々とやりましたね。でも思ってたよりいい感じでできましたね。と思うんですけどね。はい、では、はい、見てもうよろしいでしょうか。お願いします。お願いします。はい、巨人超型巨人このようにできました。どうぞ。じゃーん。おお。結構できてません？いいね。強そう。なんか実物の超大型巨人より怖い気がするよ。そうですね。そう、漫画よりもなんかこう猿っぽいというか強そう、俺らっぽい強そうな迫力があるこういうね、超大型巨人ができました。すごい、ダイナミックですね。ねえ、うん、これ襲ってきてますよね、完全にね、うん、はい、じゃあちょっとここ超大型巨人詳しく見ていきましょう。はい、なんかこう街並みとこう揃うといいですね。リンクしますね、うん、やっとなんか進撃感が出てきましたね。巨人っぽい、まあ家足りないですけどね。はい、家家家、ではちょっと近づいてみましょう。まあね、遠くから見るとすごくね、巨人っぽいんですけど、実際近くに来ると、マインクラフトですね。そうですね。うん、マインクラフトだなっていうのがね、改めてこうね痛感されますね。はい、で近くから見てると、はい、ネザー水晶ブロックで基本的にはこの剣といいますか骨の部分は作っていきました。はい、怖っ。おお、わお、すごい、迫力満点。すごい。で基本顔と頭は僕と、サルさん、はい、あとサトチンさんもちょっと立ち並みました。はい、ちょっとね担当してやっていきました。うわ、食べられる。うわあ、ワムワムワム、もう今駆逐してやるって。もうこのシーンですよ、まさに。あ、サルさん、これちょっと待ってください。かっこいい。おおれーって、お、倒してください。もうちょい引きかな。ぐーっと待って。おお、こうだ、こんな感じだって。来た来た来た。そしてこっちに回って、そっちに行った瞬間に、ちょっと待って待って、追いついたんですけど、回って回ってきたし、あ、壊しちゃったけど後で直します。あ、はい、ここですね。あ、ここで、それはまあね、ここでスカッとなるわけです、ね、ああ、そぎ落とす。見ていただいてね。すごいすごい、あ、すごいですね。すごい、ちゃんとできましたね。はい、私事ではありますが、僕は基本的にあのハリキューマッサージ師の資格を持っていまして、ね、いや、助かりました。ハリとか筋肉とかの筋肉がね、あ、筋肉じゃない、知識がね、あったんで、いろいろね、それが役に立ちました。ちなみにここがね、強鎖乳突筋です。ここの部分、強鎖乳突筋。そしてここはね、胸骨を意識しました。やっぱ胸骨ね。で、胸骨の間を通るこの側頭筋、側頭筋、ここら辺もね、ちゃんと意識して僕は作りました。なるほど。マスオさん、マスオさん、マスオさんだけなんか進撃の見方が違う気がする。いや、いい側頭筋ができたと思いますよ。いや、うん、はい。そしてサル、サトチンさんはちなみにどこを一番担当？この胴ですね。あ、ひたすら。ちょっと待ってください。なんかお尻かわいいことになってる。生まれたてみたいな。何これ。こいつ何か悪いことでしないよ。サルみたいですよ、これ。悪いことしないよ、これ。悪いことしないね。いや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 、実はですね、まだ体のところは全部完成してはいません。ちょっと時間の都合上ね、終電もあるということで、今日はこちらでね、一応な終わりなんですけど、まあ、この胴体のところもちゃんとやっていかなきゃなっていう話ですね。でも、サトチンさんのこのね、胴体、いいですね。かわいい。で、コジカルさんが、僕は手と、はい、あ、いいですね。手と腕と肩ですね。ああ、このリアルなところですね。で、僕は今こっち側にいる、僕逆側の方が自信があります。あ、そっちね、まだ実は出てます。こっち側、こっち側まだね、なんか増殖中みたいなね。そういう能力もあったの？巨人はみたいな。こっちですね、僕こっち側のこう筋肉とかね、腕の、あー、いいですね。盛り上がり具合とかね、そこら辺を。いいです。あ、手がこうしっかり5本で、5本でありました。1,2,3,4,5、 あ、5本だ。6本あるんじゃないのと思っちゃいました。5本ですよ、ちゃんと。5本ですね。で、そこからの筋肉というかこう盛り上がり具合、そうですね、あと肩のね、盛り上がり具合とか、ここの腱の部分もね、しっかりね、
剣の部分はあの僕が、ね、マスオさんに、ね、あのここちなみに三角筋の部分ですね。あ、壊しちゃった壊しちゃった壊しちゃった。三角筋の部分をこうねイメージして作りましたね。うん、広背筋とそういう形ですね。 それで分かんないやつ全部マスオさんやってもらいました。はい、僕がちょっとやりました。いろんなね知識がちょっとうまいことを合点がいきまして、ね、こういう風にできましたね、うん、ほらこっから見たらさ完全にこれ街を襲おうとしてますよね。そうですね。ちょっとあの噴水とか下から見てみたいな。まあ確かに見てないよ。見てないですよね。見てないですね。見に行きましょうか。下からのアングル。シューブワーン。おーおー、いいいいいい。あ、かっこいい。これ駆逐しそう。すげえ。やばいっすね。おお、いったー、行くか。俺がやりに行く。はい。食べられました。はい、ということでですね、巨人かなりしっかりできました。イエーイ。皆さんのおかげです。はい、でですね、ここでね、衝撃事実、はい、このね、進撃の巨人プロジェクト、はい、あの、大人の事情でですね、あと1回です。わー、なんと、次回は完成形をお披露目です。おー、来たのに最終回ってやつですね、はい、そうなんです、大人の事情でそのような方になっておりまして、ということでね、次回までにこの、しがんしなく中をみんなで完成させなくちゃいけません。やりましょう。城の中もしっかり作らなくてはいけませんですね。そして、胴体も作らなくてはいけません。おお、で、この船はもうこのままでいいんじゃないのかなって思っております。今ね、いっぱいあってもね、しょうがないもんね、うん、ということで皆さん、次回お披露目まで頑張っていきましょう。頑張っていきましょう。ということで、今日も皆さん最後までご視聴いただいてありがとうございました。ということで、以上、マスオゲームズとコジカルとサトチンとサルでした。バイバーイ。